はい、 J チャンネル J です。皆さんお元気でしょうか。今日はねご覧の通りね浜田省吾さんのミニアルバムが出ましてね、In the Fair Life というこれねこれをまあかけながらねこのね動画をねこのこう番組を作っていきたかったんですが、まあその著作権の関係そうもいかないんですけど、これがまあタイトル通りですね、あの発売日にね届いたんですけどね、発売日にレビューできなくてちょっとねあの全然もうゴテゴテになっちゃってね、今になっちゃったんですけどね、もう本当に発表してる方もね、買いましたって方もたくさんいらっしゃると思うんですが、ちょっと遅くなったんですけどね、まあこちらの方をまあ聞きながらね毎日聞いてるんですけどね、まだあの聞いてない方いらっしゃいますかね、もし聞いてない方いらっしゃいましたらまたねよかったら、まあ若干簡単に言うとね、今回はポップな感じであってミディアムバラードとかねバラードとかしっとりした曲もあるんですけどね、全体的にこのロックのギンギンじゃなくてね少しこう落ち着いた感じのポップの感じがね合うような感じで、道草なんかはねこの間も YouTube でねあの配信されましたけど、これなんかね朝ドラの主題歌になったらね結構売れると思いますけど、それでもなってもいいような感じのねポップな感じのいい感じなんですよ。だからこう夢売る少年がねこの例えば音楽みたいな感じのね作ってもらったらいいんですけどね、はい。あと2曲目手紙とかはねしっとりした曲はこれもあの詩はねあの春荒れさんっていう全部ね違う人なんですよ。今回はあの作曲しかしてないですね。水谷公也さんがまあプロデュースをしてるということで、砂の祈りなんかもちょっとねしっくりくるって感じで、 I love peace 左手に書いたラブレターね、小玉とあとソウルメイト、のりさかなっていうのはねインストゥーメンタルなんですけど、道草日和という感じの違うまたねあのアルバムがあるんですよ。ポルノグラフィティとかいろんなのがスキマスイッチとかねいろんな人が歌ってるやつが、これもね春原さんが作詞して浜田省吾さんが作って違う人が歌ってる、これに入ってるんですね。フェアライフの分はインストゥーメンタルになってるんですけどね、まあいろいろバラエティです。ソウルメイトなんかもすごくいい曲ですね。もう本当になかなかねやっぱり浜田省吾さんすごいなという感じでずっとね今聴いてますけどね、ブロマイドっていうのかこういったのもついてるんでね、あの予約された方がついてますのでぜひねお買い求めいただきたいとは思いますけどね。In the Fair Life というのがあるでしょタイトル、このタイトルはどういう意味だろうと調べたらねウィキペディアに出てるんですよ。もう2のファンの方は知ってると思いますけど、フェアライフは浜田省吾が長年パートナーであるアレンジャー水谷公也、新進女流作家の春嵐の3人がスタートさせた音楽制作チームであるというウィキペディアに載ってるという、これ僕知らなかったですね。素晴らしいですね。水谷公也さんっていうのはねあの昔からもうねもう名ギタリストでもうアレンジャーで入ってるということで、水谷公也さんっていうのはこうロックからねいろんな、ね、ジャンルができるんです。今回はこうポップな感じのねギターがすごくいいです。だから今回ねエレキを取り出してエレキを弾いてみたいという感じですね。今回アコースティック的な曲はないんですよ。だからポップな感じでエレキのねサイドギターとかねリードギターがもうすごいこうバンバン出てるんで、ギター少年の方もね、ぜひ聴いてもらいたいと思うんですけどね。フェアライフというのは君をさんっていうのを英語にしたもので、水谷さんのスタジオの名前であるのをやったということでフェアライフというのがねグループができて、今回はインザフェアライフになったそうですね。なかなかちょっとこう知らなかったことも結構あるんですけどね。ただまあ曲としてはすごくな7曲8曲あって、いい感じですね。そのうちね、まあ、あの弾き語りなんかもやってみたいと思うんですけどね。あの道草の方はあのポルノグラフィティの方がネットに出てますのでね、聞いたらまた違うアレンジでね、最後の方はラララララララってなっていってね、非常にこう軽快なアレンジでいい感じですね。もう本当に両方いいですね。またねブルーレイと DVD もまた出るんですよね。2013年のライブでね晴れ時々雨のち晴れというのが出て、またね、大変なんですけどね、出るらしい。もう出たのかな、まだ出てないですね。こういう感じですから多分急遽発売したのかどうか分かりませんが、また楽しみなことですよね。はい、そういう感じですけどね、まあ J チャンネルの方としても、まあ、近況としてはね最近まあ気づいた方もいらっしゃると思いますが、ちょっとね動画のペースがもう落ちていて、あんまりこう上げてないという感じが続いてるんですけどね、そこらについて触れていきたいと思うんですが、ここね数ヶ月はもう毎日1本まあないし、できなかったらまあ1ヶ月30本ぐらいのペースでまあ1、2ヶ月か何ヶ月かやってきたんですね。まあ、これでもいいかなと思ってたんですけど、こうふと気がついた時にですね、なんか動画制作に追われていて CD を聴いたりとか自分の曲を練習するとかね曲を作るとか余裕が全くなくなったので、
ちょっと一回ストップして自分を見つめ直すじゃないですかね。こうのんびりして、だからもうね、こういったのこう道草とか聞きながらね、本当にこうね、あげなきゃいけないというこう使命感になってきて、やらなきゃいけないってなってきたらもう面白くないので、そうなったらもうやめようと思ってたので、一体お休みしてます。まあ徐々にね、またあの上げていきますのでね、リクエストとかなんかありましたらね、質問とかありましたらぜひねお寄せいただきたいとは思うんですけれど、まあ、なかなか難しいですよね。楽しいことばっかりやってね、うまくいくっていう限らないし、また努力もしなきゃいけないし、その中でやっぱりこう一番大切にしてるのは、自分がもう本当にやりたいと思ったことをやらないと、なんかやらされてると、毎日あげなきゃいけないという重圧が来たので、それはちょっと自分的に良くないなと思ったので、少しこうね間を空けてね、ゆっくりペースでやらせてもらってますので、制作スタッフとかいればいいんですけどね、全部一人でやってるから全部ね、なかなか思いにいかないと感じなのでね、まあ、ご了承いただきたいと思うんですけど、まあ、またねこれからね、もうちょっと頑張って年末にかけて頑張っていこうとは思うんですけど、J チャンネルの方もですね、そろそろまあリーチと言っていいか分かりませんが、3万人まであと1000ですね。今29,900まで来てますので、あと、100なのか、100だよね、100ですね、あと29,000、あ、100か、あと100名、まあ、ぜひ今月中にね達成していけたらいいと思いますけどね、応援していただいて見ていただいた方ありがとうございます。本当に、ね、感謝いたします。これから方向性はね、いろいろやっていきたいと思うんですよ。まあ3万になったらと決めてるのが、まあオリジナルとかね、まあ、自分の弾き語りであったりとか、ちょっとまたね、趣向を変えてやっていきたいとは思いますので、ただやっぱりどうしてもその昔みたいにこの歌詞とね、あれをやってくると著作権が出てくるんで、そこらの方をね、なかなか難しいところなんですけどね、まあいろいろ考えてますのでね、ぜひまあご意見がありましたらぜひね、お気軽にお寄せいただきたいと思います。はい、という感じで今回はね、浜田省吾さんの新しいミニアルバムね、 In the Fair Life ね、本当にね、発売当初手にしたんですが、なかなかね、アップができなくて、レビューができなくて、もう先起こされたっていう感じでね、ちょっと詳しい感じで、ちょっと言い訳がましい感じで今回お送りしましたけどね、まあ J チャンネルの方もまたね頑張っていきますので、よかったらね、チャンネル合わせて見ていただきたいと思います。まあ週何回かのねペースちょっと落ちると思いますけど、だいたいまあ7時から9時ぐらいあたりでねアップしようと思いますので、よかったらまた昼とかね時間帯にアップしてほしいとかね、希望がありましたらぜひねお寄せいただきたいと思います。はい、 J チャンネルでした。ではまた次の動画で、お会いできたらと思います。ではまた。